ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事お願いします。はい、まず新型コロナウイルス対策関係でありますが、岩手陽性者登録センターと岩手検査キット送付センターを開設します。新型コロナウイルスの抗原定性検査キットのネット販売が解禁になり、今後自己検査で陽性を把握する方が増えていくと見込まれますが、適切な療養支援を行い、そして医療機関の負担軽減を図るため、岩手陽性者登録センターと岩手検査キット送付センターを今日開設します。岩手陽性者登録センターの開設で、65歳未満で重症化リスクの低い方は医療機関を介せずに24時間いつでも陽性者登録をすることができます。そして岩手検査キット送付センターは、重症化リスクの低い有症状者の方などが自ら検査を行えるよう、申し込みされた方に抗原定性検査キットを送付するものです。岩手陽性者登録センターと岩手検査キット送付センターは本日開設しました。利用にあたっては岩手県ホームページにアクセスし、ウェブ上での申請、そして申し込みをお願いします。次に、岩手県医療的ケア児支援センターの開設についてです。令和3年9月に医療的ケア児及びその家族に対する支援に対する法律が施行されました。そこで県では、岩手県医療的ケア児支援センターを9月15日に開設します。このセンターでは、医療的ケア児を地域で支援する市町村等への関係機関に受け付けた相談に関する情報提供や医療的ケア児等コーディネーターの養成にかかる研修を行うほか、家族等からの相談を受け、支援情報の提供助言等を行います。センターは相談支援や人材育成についてノウハウや専門性を持った専門機関に委託することとし、県と民間機関が協力連携する体制で運営することで、総合的専門的な支援機能を確保することとしています。詳細は配布資料に記載の通りです。医療的ケアを必要とする児童やそのご家族がお住まいの地域において安心して暮らせる体制整備を支援します。以上で知事からの発表を終わります。本日の進行は読売新聞の西口記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。読売新聞の西口です。よろしくお願いします。はい、本日質問の前に記者クラブへの転入者を紹介いたします。転入した記者から一言挨拶をお願いします。読売新聞の高吉優香と申します。先月まで鹿児島のテレビ局の鹿児島テレビで県政を担当しておりまして、この度転職して昨日盛岡に着任しました。岩手県で取材できることを大変嬉しく思っております。よろしくお願いいたします。ようこそです。それではただいまの発表事項2件について各社から質問があればお願いいたします。岩手日報の佐伯と申します。お世話になっております。コロナ関連のところでお伺いさせていただければと思います。この陽性者登録センター、あとは検査キットの送付センターなんですけれども、他都道府県でも同様の事例があるのかどうかというところを教えていただきたいのと、検査キットの送付センターなんですが、お申し込みされた方が大体どれぐらいで届くのかなというところが気になるところかと思うんですけれども、こちらに申し込んでから、お手元に届くまでどれぐらいの時間がある、で届くのかというところを教えていただければと思います。それぞれちょっと手元に資料はないので、担当の方に確認してほしいと思います。
IBC 岩手放送の石川です。よろしくお願いします。はい。私もセンターの検査キットについてお伺いします。この、2枚目の表を見ると、登録センターの医師がハーシスを入力するとあるんですが、そうするとこの登録センターの方には医師が常駐しているという形になるのかというところと、あと要はこれは、医療負担への軽減を図るための措置という、ハーシスへの入力が医療機関でだいぶ時間がかかるといったところで、そういった相談も寄せられていると思いますが、そういった効果があるのかといったところをちょっと教えていただけますか。じゃあこれも処方とかそういった形ではなく対応してもおりませんので、症状とある場合であれば最寄りの診療検査機関を案内する形になります。また目的ですけれども、当然医療機関の負担軽減ということもありますが、このネット販売と関係があってご自身で検査をされる方がかなり増えてまいります。そういった方々が陽性になったときに、もちろん医療機関に受診されればそれで、登録とかできるんですけれども、医療機関等受診しない方の場合、保健所で把握ができないために自宅での療養の支援でありますとか、あとはマイハーシスの登録による療養証明の発行、こういったことができないということになりますので、こちらのサービスを利用していただくことによりまして、マイハーシスの登録で療養証明の発行、また健康フォローアップセンターでよりご自宅療養での健康支援、こちらができるということになります。はい、わかりました。ありがとうございます。読売新聞の西口です。はい。医療的ケア児支援センターの開設について、改めて知事の、県内のこの医療的ケア児のに県内の、状況に関する現状認識と、このセンターができることへの期待感というのを改めてお伺いできますでしょうか。はい。令和4年度の調査では県内の医療的ケア児が253人というふうになっていまして、平成30年の調査と比べて58人増えている状況であります。この医療的ケア児、この一人一人にきめ細かく対応をしていくにあたって、関係の医療関係者、そして民間の皆さん、家族の方々と力を合わせてやっているわけでありますけれども、そこに専門的なアドバイス、また専門的な立場からのさまざまな助言、これをどういう形で提供していくかということを関係者の皆さんと相談した結果、岩手ならではの仕組みができたと思っております。すでに実績ある関係者の皆さんに中心になっていただくことで、この効果的な医療的ケア児支援ができることを期待します。読売新聞の高吉です、はい、今の関連でお伺いしたいですが、何かこう実際にご家族だったりの当事者の方などからこう要望があって開設されたのか、何かこうその開設の経緯をお聞かせいただけますか。この法律で開設することと決まってたわけなんですけれども、法律が求めているようなこの機能は基本的にはそれ以前から岩手の中にあったわけですけれども、改めてこの岩手のこの実態に即した、そしてさらにですね、このニーズに的確に応えて、より良い医療的ケア支援ができるようにという方向で調整を進めて今回開設に至ったものです。共同通信町山です。今のに関連してなんですけれども、先ほど
ほどの平成30年から約50人ほど増えているという中で、今おっしゃったその岩手ならではというその独自性というのはどういったところにあるんでしょうか。さっきノウハウや専門性を持った専門機関に委託するということを言ったんですけど、委託先っていうのはまだ正式には決まって、もうじゃあこれはもう発表していいんです。みちのく療育園メディカルセンターということで、県が直接運営するんじゃなくて、すでに実績があり、この関係者の皆さんの信頼も得ている、みちのく療育園、こちらにこの委託してですね、それで、岩手ならではの過去の経験、これを生かしながら、さらに医療的ケア支援を発展させていこうという趣旨です。それでは発表事項以外について、本日は記者クラブを代表しての幹事社質問の用意はありませんので、各社さんから質問があればお願いいたします。岩手日報の佐井と申します。はい、大きく2点、知事の任期満了まで1年というところと、安倍元首相の国葬についてお伺いできればと思います。まず明日でですね、知事の任期満了まで1年となります。今任期を振り返ってですね、成果となった部分、また今後と1年で取り組まなければならないこと、あと課題感を感じているところがあれば教えていただきたいと思います。はい、今任期は2019年、令和元年にこの新しい年号とともにスタートし、でその年はこの復興8年進め、三陸復興防災プロジェクトという事業を展開しながら、釜石でのラグビーワールドカップ開催というところをこう頂点に、復興の成果とそして、岩手が持つこの潜在力、これを改めて確認しながら、幸福を守り育てる希望郷岩手という基本目標に向かってこう県民計画を進めていこうという、そういうスタートをした、この4期目でありました。ところが年が明けて、新型コロナウイルスが日本にも広まり、でこの流行が未だに終わっておらず、むしろ過去最多の感染者数を、最近になって記録しているというところで、まずはこの新型コロナウイルス対策にしっかり取り組んでいかなければならないという過去3年であり、そして残り1年というところです。一方コロナ対策と並行しまして、まず東日本大震災からの復興という点では、復興道路に象徴される、ビルドバックベター、震災前よりも良い地域にしていくということが設備の面で、可能になっていますので、これを活用した交流人口の拡大でありますとか、産業振興を、ある程度こう進めることができたと思っております。そして、岩手全体ではこの岩手の中に、好ましい雇用の場がないということで、若い人が県外に出ていくという流れがずっとあるわけでありますけれども、
自動車、半導体、関連産業の集積が著しく進んで、若い人たちのこの地元就職率が高まり、地元志向も強まって、そういう流れを作ることができていると思います。そして日本全体の少子化もあって、今若い人たちはむしろ人手不足という状況が日本全体に広がり、岩手でもそうなんですけれども、とにかく雇用の場を作るという段階から、この働き方をより良いものにするという、まあ、いわゆる働き方改革を進めていくような段階に今入っていて、県としては市町村と、そして民間企業や団体と連携しながら、岩手県内での働き方を向上させ、そして働き方と生活のバランス、ワークライフバランスというのをより良いものにしていく、でそれが少子化対策にもなるということで、それをこれから本格化していかなければならないというところです。今岩手県民計画のアクションプラン、4年間の中期計画、このアクションプランの新しいものを来年度からスタートということで、今述べたような流れを踏まえてですね、県内のさまざまな主体が力を合わせて、人口減少対策というのを中心にしながら、より良い地域を作り、県民の幸福度を高めていくような、そういう作業を進めていく、今年から来年にかけてはそういうふうに取り組んでいきたいと思っています。はい、ありがとうございます。まあ、そこでですね、まあ次期知事選というところにも、知事の挙手の部分ですね、非常に注目されるところですけれども、まあ、先日あの参院選のですね、総括の会議の場で、席上でですね、知事の方から来年の知事選、統一選に向けて、まあ、日本の政治を変えるために全力を尽くすといった趣旨の挨拶をしたかと思います。立憲民主党最高顧問のですね、小沢一郎さんからも、ご選出馬へ、まあ、期待感とも取れるようなですね、発言がありました。挙手についてですね、現時点で、ご選出馬の考えがあるのか、またその決断の時期というのを、大体どれぐらいと想定しているのかというところを教えていただきたいと思います。はい、岩手を守り日本を変えるなのか、日本を守り岩手を変えるなのかということが政治的なテーマとなって、去年の衆院選、今年の参院選とあったんだと思いますけれども、選挙結果で一見、日本を守り岩手を変えるという、そういう流れになったのかなと思われたところ、その統一教会問題がどんどん明らかにされ、実は日本を守るっていうのは統一教会と癒着した政権与党を続けるのかということであり、岩手を変えるっていうのは今までそういう影響がほとんどなかった岩手県を、日本中央と同様に統一教会と癒着して、政治を進める岩手県に変えるのかっていうことだったってことが今見えてきてると思うので、改めてそういう統一教会と癒着しない岩手の政治を守り、そして日本の政治を統一教会と癒着する政治から変えていくということが、来年の知事選、県議選で重要なテーマになるんではないかと思っております。これは日本中そうでありまして、実は地方議員、そして地方の首長にその統一教会の影響を受けているところがかなりあるということも明らかになっていますので、岩手においてはこの、何かこう自分の意思を奪われた人たちが
政治の力になっていくようなそういう政治ではなくて、あくまで自由な主体性で政治に関わり、政策を作っていく、そういう草の根の政治、本来のあるべき民主主義的な政治を、岩手には全国の中では岩手にはそういうのがある方ですので、それを岩手で守り育てていくということが来年の知事選、県議選に向けての大きなテーマだと思うので、そういう政治を岩手において守り、それで日本も変えていくということは私も今までずっとやってきましたので、さらに力を入れてやっていきたいということであります。で、一方私自身の身体につきましては、先ほど言ったような課題が目の前にたくさんあり、まずは知事として現職知事として、それに向かっていくというところでありまして、いろいろな声はこういただいているんですけれども、そういった声、いただきながら、今後検討していくことになるのかなというところです。ありがとうございます。挙手の判断の時期というのは今のところ何か想定しているものはございますか？その内容もですけれど、またいつまでということについても今後検討することになるかなと思います。はい、ありがとうございます。先ほど統一教会の件出ましたけれども、今度は国葬についてお伺いできればと思います。まず安倍元首相の国葬なんですけれども、政府の方ではですね、想定する出席者の中では海外の首脳であるとかですね、都道府県知事といったところも出席の想定には含まれているようですけれども、現時点で政府の方からですね、出席の案内というのは来ているのでしょうか？また知事ご自身出席の考えがあるのかどうか お聞かせいただければと思います。そうですね、今ご指摘の通り、政府の説明によると地方公共団体の代表も参列者の中に入っているということなんですけれども、この具体的な案内は来ておりませんので、案内が届き次第検討することになると思います。わかりました。それでは今度はですね、岸田首相の方から弔意の強制はしないというような発言があったんですけれども、例えば県としてですね、半旗の掲揚するといった、その弔意の示し方というんでしょうか、というのをまだ現時点でですね、何か考えていることがあるのか、また教育委員会等へのですね、協力依頼というんでしょうか、あとは市長さんへの弔意表明の要請といったようなですね、弔意の示し方というところで何か現時点で考えているところはありますでしょうか？はい、政府としては地方自治体や教育委員会等への弔意表明の協力要請を行わないということでありますので、その趣旨を吟味しながら、総合的に検討を判断していきたいと思います。ありがとうございました。北新報の野貝と申します。よろしくお願いします。はい、私からも安倍元首相の国葬に関連して何点かお伺いしたいんですけれども、その政府の方から国葬の概要について発表が出始めて、野党からもいろんな指摘も出てますけれども、今回の国葬について知事はこの国葬の課題というものはどういったところにあると思いますか？はい、そうですね、一方ではいわゆる国葬、いわゆる国葬ということで、過去さまざま行われた国葬、吉田茂総理もですけれども、戦前でいうと、東郷平八郎さんや、山本五十六さんですか、そういう国葬をやるという雰囲気を醸し出しつつ、そういった過去の国葬とは違うのだと。地方自治体や教育委員会に弔意表明の協力要請をしないというのもそうですし、国民一人一人にその弔意を求めるものでもないということですので、そういう意味では今までやったことのない前例のないことをやろうとしているという
ことでもあると思うんですね。で、まあ、そういう政府が正式に発表している内容は過去の国葬とは違う、あくまで今回閣議決定された国葬儀なるものが行われるということなんですが、その理念、趣旨、そして内容というのはまだ明らかになっていないところが多いんだと思います。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。あとその国葬へ その出席の有無についてはまだその案内が来てからといったことを先ほどおっしゃってましたけども、まあ、その国葬が27日ということで知事としてはこういつ頃までに判断したいとかそういったお考えはありますでしょうか。まあ、そこはその開催の趣旨や内容によるんだと思うんですけれども、そうですね、まあ、今のままこう、まあ、曖昧なままでこう行くとするとなかなかこう判断するのがこう難しいまま続くかもしれません。はい、分かりました。あと次にですけど、その教育委員会に対するその各自治体の対応というところで、その宮城県の場合ですと、例えばその仙台市では市長が市内の小中学校や高校に対してその半旗の掲揚を要請しまして、それちょっとこう非常に問題視する意見も出たんですけれども、そういったこう各自治体で対応が異なるという状況についてはどのようにお考えですか。はい、こう人の死というのはこう突き詰めるとかなり難しいことでありまして、千の風に乗ってっていう歌がこうありますけど、こうお墓参りをするなっていうようなことを歌ってるわけですよ。で、自分はそのお墓にいるんじゃなくて千の風になってどこにでもいるみたいな歌で大きな共感を呼んではいるんですけど、一方お墓参りっていうのはやはり意義のあることだと私も思うし、多くの人はそう思っていると。よく考え始めると死の意味っていうのは結構こう考えても結論が出ないようなところがあるのを、それでもこう共同体が集団として統一的な葬祭儀礼を行ってきた歴史っていうのはこのやはり慣習っていうものに支えられてると思うんですよね、過去の例というもの。ですから今回前例にない全く新しいことをこう閣議決定しているっていうところがそこの問題の核心でありまして、なかなかこうそれぞれ対応に困ってるんだと思います。分かりました。ありがとうございます。お願いします。はい、リード新聞社の福山と申します。先ほど、まあ、知事の任期残り1年ということで、これまで4期15年務めてこられました。ちょっとその振り返りというところで、まあ、県政の課題の大きなところである県北沿岸振興、こちらについてはこの15年振り返られて、その成果をどのように捉えられていますでしょうか。またその今これがまだ残っているその課題の認識というのをどのように捉えていますでしょうか。はい、この経済水準でありますとか、1人当たりの、そうですね、経済規模、また1人当たりの経済水準などなど経済的な統計は格差が著しく縮小していく15年間で、それは復興事業の成果というところが大きいですし、また県としても東日本大震災以前から県北沿岸振興ということでさまざまな事業を展開してきたところもあって、この統計数字的にはかなり格差は縮小してきていると思います。そしてかつてはこの、岩手県東西南北内陸も沿岸もこう同じようにしていこうっていうイメージがあったんだと思うんですけれども、この
内陸北上川流域にはこう北上川バレー構想があり、そして沿岸には復興の成果を生かした三陸防災復興ゾーンという構想があり、そして県北にはこの再生可能エネルギーの不存量でありますとか、この、まあ、盆地ごとに、歴史と伝統のある独特の産業が育っていて、それが、まあ、高速道路や新幹線でつながっているというような、そういう県北の可能性は実は、内陸中南部やこの沿岸地方以上のこうポテンシャルも県北にはあるんじゃないかと。でそこに注目して東京大学の、地域振興の先端研究している人たち、プラチナ社会の研究している人たちもどんどん岩手県北にこう入ってきてくれているという状況になっています。そうですね、まあ、そういう、こう形を作れた15年だったと思います。ありがとうございます。一方でやはり住民の方からはどうしてもその内陸との格差というところを指摘する声っていうのは未だにあるところだと思います。そういった状況をどのように受け止められて、まあ、これからどのようにこう、県北沿岸振興に努めていくというふうにお考えでしょうか。はい、その内容はもう岩手県南にあるような大工場がないとか、あとは県と盛岡が持っているようなこう人を集めるそういう材料がないというようなことだと思うんですけれども、さっき言ったように県北は県北独自の道を進むことで、むしろこう盛岡や県南にないようなそれ以上の可能性が広がっているっていうところは、まあ、あるんですけれども、一方この企業誘致やまた観光や交流人口拡大でこう県南盛岡的なこの、人を集められる人が働けるような場を作っていくっていうこともありだと思っておりまして、高速道路の効果を生かした企業誘致でありますとか、また観光交流人口拡大につながるようなさまざまなイベントや仕掛けなどについても県北において展開していきたいと思います。ありがとうございます。もう一点お伺いいたします。先ほどその、この挙手についてのお話質問がございました。知事の普段のツイッターとかを見てたり、先日のその、参院選の会合とかでも、決してその、県政のみをこう意識したものというよりは、普段からその日本を のその政治自体をこうイメージした発言があるというふうに感じております。そういったところでその、今後の挙手というところで、その国政復帰ということも考えていらっしゃるのでしょうか。この過去その一強体制というのが10年くらい続く、その10年っていうのが、統一教会との癒着がどんどん進む10年だったっていうのが今もう明らかになってるんですけれども、そういうことからこう離れてですね、そういうふうにならなかった岩手の政治っていうのは、それは岩手の持つ取り柄の一つだと思っていますし、また政府、山際大臣の八戸での発言が典型的なんですけれども、政府は野党の人の声は聞かないと、だから選挙では与党自民党の人を当選させなきゃダメだっていうような、そういう圧力がずっとこう存在していたわけですけれども、それを跳ね返して、そもそも政府が、野党の人の声を聞かないっていうのはデマだし、
選挙での政治的な自由と行政の公正さっていうのはそれは両立させるのが民主主義なんだっていう、そういう政治と行政のあり方を岩手県でずっとやってこれたっていうのもこれは岩手の取り柄だと思っています。で、私としては知事としてそういうところに関われたことを誇りに思っておりますし、また今は知事としてそういう岩手が守ってきた政治をさらに守っていかなきゃと思っていることと、プラス新型コロナウイルス対策から次期アクションプランの策定というような今やらなきゃならないことにこう集中してやっていきたいという、そういう思いで今やっているところです。ありました。ということは あくまで今現在ではその知事という職務に専念しているというところで考えているということです、ね。全くその通りです。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。お願いします。盛岡タイムズの佐々木でございます。今朝というか、未明というかですが、イギリスのエリザベス女王がお亡くなりになりました。まずその件の受け止めをいただいてよろしいでしょうか。はい。戦後の国際社会を代表するような存在であられたと思います。日本の皇室とも縁が深く交流続けられていたイギリスの王室で、長年にわたって女王を務められていたこと、偉大な存在だと思いますので、崩御されたということは、衝撃的に受け止めています。イギリスのこの宗教と政治王室の在り方の中で、亡くなられてからも象徴的な役割を果たしていかれるのだとは思うんですけれども、生の声が聞けなくなるということは本当に残念で、悲しいことだなと思っております。去年イギリスのグラスゴーで COP26 の会議があったときに、挨拶をされていまして、それは非常に感動的な挨拶でした。気候変動対策の会議、世界から代表が集まって困難な課題に取り組むとき、必ず解決策が出ると信じますという、国際社会全体に対して、希望を広げてくださるような演説をされていて、その思いを私も個人的にしっかり、受け止めてですね、仕事に生かしていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。もしあればなんですが、知事ご自身であったり岩手県と何かエリザベス女王でご関係があったりとか何かあれば、訪日されてはいるんですけど、岩手との関係というのはパッとこう思い出せるものはないんですが、ただ岩手県イギリスとの関係様々ありまして、そのイギリスとの交流を進めたりビジネスを進めたりする時に常にエリザベス女王は象徴的な存在としてその向こうに存在感を感じられてたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。そして、ちょっと別の話題になります。東京オリンピックに関してです。復興五輪として、何でしょう、いろんな情報が発信できたとこれまでも評価された中ですが、ここに来て、それこそ汚職であったり、贈収賄であったりというさまざまな、黒い話題、暗い話題、
けてきました。その件の受け止め、もし何かあればお聞かせください。こう昔からスポーツマンシップと呼ばれていたこの公明正大、嘘をついたり隠し事をしたりせず自分の全てを出して、競い合って人間としてお互いを高め合っていくっていう、そういうオリンピックの趣旨に完全に逆行するようなことがあったという報道が最近続いているのは非常に残念です。そういうオリンピックの趣旨が人間一人一人を大事にしていくといういわば人間参加という趣旨が復興というテーマにも共通していることなので復興五輪ということはできるしやらなきゃならないということで岩手県民の皆さんもリレーに参加したりさまざまな行事を作っていったりボランティアになったりそこにはこう県民一人一人の真心があり特に沿岸で直接被害を受けたような方々のこの真心というのが復興五輪にこう込められてきたわけでありましてそれをこう裏切るようなことが大々的に行われていたということは非常に心外で遺憾であります。はい、ありがとうございます。読売新聞の西口です。はい、私は知事来年の知事任期の部分に絡みまして私知事の方から健常者の建て替え検討についての発言があってからはいろいろ当局の方からもスケジュールカットを示されておりますけれども、まあ、その中で以前はどのような健常者がいいのかという方向性について任期中にやれればという発言もあったと思うんですけれども、まあ、先日の県議会総務委員会で示された検討スケジュールの中では、まあ、耐震診断が終わるのが早くても来年の春で、まあ、そこから方向性建て替えにするのか、まあ、改修をするのかという方向性の検討自体が1年以上かかるということも示されました。まあ、以前知事も次期任期の次の世代が困らないようにという趣旨の発言もあったと思うんですけれどもちょっとそういうふうな形で次期任期にこう検討のこう一番大事なポイントが絡んでくるような状況になったと思うんですけれども、まあ、そこについて知事の現状の認識をお伺いできますでしょうか。はい、科学的技術的な根拠に基づかないと決められないことでありますので、そこで耐震調査ということが必要になるわけでまずはそこに着手したと任期内に着手したということでまず一つこの仕事ができたなとは思っています。もちろんこうさまざま早め早めにできればいいに越したことはないんですけれどもまさにこの科学的な技術的な必然性で一定の時間がかかるという調査でありますので、まあ、拙速にならないようきちんとした結果が出るように調査はしなければなりませんのでまずはその調査をしてからということだと思っています。あとは今任期に限らずですけれども、まあ、ILC の誘致というのは多数県政にとっては非常に大きなテーマの一つだと思うんですけれども、まあ、先日 の文科省の概算要求では関連予算が2倍つけられたというところもありますけれども、まあ、これに対してはじゃあその額に実効性があるのかといった疑問の声も一方ではあると思います。まあ、そういった中で知事は現状 その ILC の誘致に関しての、まあ、どういう状況にあるというふうに分析されているのかで残り1年どのようなこう活動をしていかなければならないかということを改めてお伺いできますでしょうか。はい、工藤岩尾知事の頃から取り組んできた ILC でありますので息長く取り組んできているんですけれどもその中で、関連予算が倍に増えてこのくらいの額、まだ概算要求段階でありますけれども
このくらいの額の関連予算が今要求されているというのは過去なかったことでありまして、それは政府内部にも ILC についてのこの理解が広がっているということで、その背景にはあ日本商工会議所連合会など、経済三団体、ちょっとこう正確確か日商と記憶してますけれども、日商はじめ、経済三団体にもこの理解が広まっていて、また岩手県民はじめ、国民的にもこう知られるようになってきているということがこう背景にあるんだと思います。やはり国民的な決断で、作るとこう決められるべきことだと思いますので、そのようにこのより知られるようになり理解も深まっているっていうことは前進し続けているなと感じるところでありまして、今回の概算要求はそれを象徴していると思います。一方で先ほど山際大臣発言参院選の中の話もありましたけれども、ILC に関しても自民党側からすれば、その与党でなければというような話というのも参院選の議論等の中でも、そういった趣旨の発言であるところもあったと思いますけれども、そういった部分の主張に対しては、知事はどのように反論されていますか、どういうご意見が持たれていますでしょうか。政府は行政を公正にやらなければならないので、ある地方のその選挙で選ばれた人が与党じゃないからといってそこを差別してはいけません。それは結局その選挙区の有権者に対して、そこの有権者が野党の人を選ぶようであれば、その有権者たちには日本国民として当然受ける公平な行政を及ぼさないと政府が言っているようなもので、それもあってはならないことであります。だから実際には日本政府はそういうふうにはしないわけで、野党だから何々できないっていうのはこう基本的に全てデマと言っておく、そういうデマでこう選挙の時にデマを使って人の投票行動をねじ曲げようっていうのは本当民主主義においては極悪非道なことなんですけれども、そういうことをしないようにしてほしいと思います。あと言って話が変わるんですけれども、静岡県の認定こども園バスの事故を受けたこの県の対応について、先日通知は発出されてましたけれども、今後例えば実態調査であったりとか緊急点検であったり何かこう実施される方向で今検討しているものがあるかどうかというのを教えていただけますでしょうか。はい、岩手ではそういうことは起きていないし、起きそうになったということもこう聞いてないので、まずは注意喚起というところでありますが、その子どもさんが亡くなって見つかった時の様子が昨日どんどんこう詳しく報道されて、本当に暑い中で最後の最後までこう外に出ようとして出られなかった、暑さを避けるためのもう文字通り死に物狂いの努力をしていたっていう報道がされていて、本当にあってはならないことだと思うので、やはり改めて県内の関係者の皆さんには通知の趣旨を踏まえてですね、絶対そういうことが起きないように努めてほしいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。 NHK の渡辺と申します。2点お願いします。でも盛岡市の方でパートナーシップ制度の導入について、遅くとも来年5月までということで公表がありましたけれども、こちらのパートナーシップ制度についての県としての考え方、導入の
この制度がこう目指す方向性について岩手県民計画の中でもこう指し示しているというふうに考えておりまして、LGBT の方々がこの制度的に合理的な根拠なくこう不利になったり困ったりしないようにしていきたいっていうことは県としてもそういう方向性ですし、私個人もそういう考え方であります。で具体的にこう何かこう条例とかですね、そういう形でそこに取り組む、その取り組み方については盛岡市の場合は市議会やまた市民的な議論もいろいろ重ねて今回そういう条例制定の方向性が出てきたということだと思いますので、これ非常に、婚姻制度とかまたその家族として受けられるサービス、家族だからやれる権限、市町村のこの事務事業の場でこう出てくることが多いことなので、全国的にも国際的にもこう基礎自治体からそういうパートナーシップ制度っていうのがどんどんこう広まってると思うんですけれども、やはり県民的な議論、県議会内の議論も含めて、そういったことを踏まえながらこう県として具体的にどうするかっていうのがこう決まっていくといい、そういうテーマなんだと思います。現時点では考えとしては導入するしないというと考えはまだですね。だから鶴の一声的にえいってやるんじゃなくて、広くこう議論しながら結局制度だけでこうやるというよりは住民こう当事者プラスこう周りの人たちもよくこう趣旨方向性が分かった上でこうお互い配慮し合うとか助け合うとかいうことだと思うので、そういう議論の広がりの中でこう決めていくことができればと思います。ありがとうございます。2点目について療養期間のですね、短縮について、から始まりまして、昨日の2500人自宅療養の人数で出ておりますけれども、そして短縮についてのですね、受け止めというところを知事のお考えをさせていただければなと思います。はい、そうですね、日本のコロナ対策は現場力といいますか、一人一人のこの基本的感染対策の徹底ということと、そして場面場面での感染対策の徹底ということで、それを中心にしながら進められてきたところがあるんですけれども、経験を積んで、コロナ対策、さらなるこの、さらなるこの自己管理、さらなるこの感染対策のこの自己徹底ということができるようになってきているからということだと思うんですけれども、一段高い、そういう、対策を、個人に求めていくという方向性なんだと思います。岩手県民の皆さんの今までのこの感染対策ぶりを見ていますと、この期間が短くなったとしても、この短くなった今までとの差のこの日数については、何もないように振る舞うのはダメで、やはりより慎重なこの行動に気をつけるリスクを踏まえた、行動が求められるわけでありまして、そういったことは岩手県民であればできるとは思うんですけれども、改めて県としても注意喚起をしてですね、この
短くなる分完全にフリーになるわけではなくて、短くなってもそこで、感染させるリスクというのはまだあるので、その人にうつさない対策ということについては慎重に行動していただきたいと思います。ありがとうございました。河北新報の横川と申します。私からも大きく2点伺いたいんですけど、先ほど国葬の質問の中で判断の時期に関して開催の趣旨や内容がこう曖昧なままでいくと判断するのが難しいというお言葉があったんですけども、この、どこが曖昧でどういった判断材料がこう提供されれば知事としては知事として判断したいと思ってらっしゃるのか教えてください。全く新しいことを、今までやったことのない前例にないことをこうしようとしているのだと思ってますので、そういう意味ではこう何が出てくるか分かんないっていうところがあります。あとは直接的にはやはり案内が来て何日までにご返事くださいとかあれば、その何日までっていうのがまた一つの判断材料になるんでしょうけれども、行政のそういうある種こう行政手続きの問題っていうのが一方にあり、もう一方にはこの趣旨をどう理解していくのかっていうところがあるのかなと思ってます。開催の趣旨をも政府においてもっと説明すべきというように理解してもよろしいんですか。そこは昨日も岸田総理自身が今後も説明に努めていくとこうおっしゃっていたので、されるんだと思っています。ですね、任期の質問のところで進退などに関していろんな声はいただいてて、いろんな声をこう受けた上で検討するというお話があったと思うんですが、いろんな声は例えば どういったこうご意見が知事のもとには届いているんでしょうか。そうですね、そこはちょっとこうその人との関係とかあとはいろいろあるので、ちょっとそこは秘密にさせていただきたいと思います。あと、弊社で今回その任期1年に合わせて、首長の皆さんにアンケートを取らせていただいたんですけど、その中で知事の県政運営に関して全般的に県政運営全般に関して評価される首長さんが 60% だったんですけど、この数字に関してどのように所感があれば教えてください。東日本大震災からの復興もあとは新型コロナウイルス対策も前例がないような中で、非常に厳しい、危機管理そして対策をこう続けてきた中 でまた課題もたくさん残っている中で、そういう評価をいただいたのはありがたいと思っています。以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。